誰でもできる速読勉強術、1分間動画解説講座になります。はい、今日はですね、あのまあ、前回まで高速対応回転法、KTK、まあ、法と私言ってますが、私のまあ速読勉強術のまあ基本となる、えー、考え方も、ね、またその土台となる2つの原則について、まあ、なぜそうなるのかも含めてですね、簡単に、えー、ご紹介しました。でまあ、これをですね、ちょっと理解する上で、 でですね、ぜひ、抑えてもらいたいことがあるので、それを今日はお伝えしたいと思います。それはですね、読書というものはダウンロードではないということです。えー、ちょっとね、ぜひ皆さんこう、読書っていうのをどう捉えてるかをちょっと振り返ってもらいたいんですけど、読書というと、その本からですね、自分の方に何か情報とか知識をこうダウンロードしてる。まあ、今、コンピューターね、ネットワーク、インターネット、一般的ですから、ダウンロードってわかると思うんですけど、ダウンロードしてるって思われてると思うんですけども、実はそうじゃないんですね。 まずこの読書とはダウンロードではないというのを押さえておいてください。はい